今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。元気にしてます。にしてます。元気にしてますといえば、はい、親友って親友いますか。よく連絡取ってますか。よくは連絡、あ、そうですね、でもたまにありますね。忘れた頃に来るのがやっぱり親友です、はいはい、どうしてんだみたいな、高校時代大学時代の仲間ね。はい、いいですね。あいなちゃんいますか。そうですね、本当にもう元気にしてるかなって感じですよ、うん、なんか連絡取らなくなってきちゃいますよね、だんだん、うん、まあ、でもなんか悩んだ時とかに連絡したくなるのがなんか親友ですよね、うん、声を聞くだけでもいいっていうね、はい、なんかすごく太いつながりがある、はい、なんか親友かななんて思ったりしますけれども、れ、はい、今回まず最初にご紹介するのは、うん、3人の仲間で家族みんなが健康で笑顔のある家づくりをと願っています。こちらの企業様です。私たちの生活において決して欠かすことのできない住まい、それは時に家族としての絆を深め、多くの思い出を作り出すかけがえのない存在としてあり続けてきた。そんな誰もが理想とするマイホームを形にするため、体に優しい健康住宅をコンセプトに、家族全員が笑顔であふれる住まいを目指し、安心と安全を追求した家づくりに情熱を注ぎ続ける男たちがここにいる。 3M 建設株式会社代表取締役一級建築士大山武人、そして取締役部長増田秀彦、中村重勝。 3M 建設株式会社では健康にいい家づくりを事業の柱に、これまでにも自然素材を使った住宅を数多く手掛けてきた。その中でもこだわり抜かれた材料には木のぬくもりを生かした無垢材を使用。その設計プランから施工、さらにはアフターケアまで、お客様が望む満足と楽しさを今なお作り出し続けている。今回はそんな大山武人、増田秀彦、中村重勝の3名をスタジオに迎え、詳しく話を聞いた。 3M 建設さん、はい、どういう意味ですか。これあの、まあ、言葉通り3つの M という意味で 3M なんですけど、はい、その3つの M というのはまず1つマインド、マインドの M、はい、マインドって心ですね、次がムーブ、ムーブっていうのは動かす、まあ、動かすっていう意味もありますけど、はい、感動させるという意味なんですね。はい、あとはもう一つの M はマネジメントの M です、はいはい、経営イコール家づくりということですね、うん、ですから心に感動させる家づくりという意味で 3M という形の社名になりました。あれでも大山武人さんと増田秀彦さんと中村重勝さんということで、お三方 M 入ってますね、はい、それも関係してるんです。あ、そうなんですか。あ、そうなんですか、はい、あ、じゃあお三方で会社を立てられたと。はい、あ、そうですか。そうですね。もう長年やられてるんですか。もう16年、17年目に入ります。はい。ブクっていうとですね、こちらです。やっぱりそれはこだわってる部分ですか。そうですね。やっぱり木のムクっていうのはあったかい、はい、そのお家全体がやっぱりあったかくなる、こういうものをですね、あの床に使ったり壁に使ったりってことですね。それから後ろに立ってるこちらの方が、うん、柱ですね。柱、はい、建物の柱とか土台になるヒノキです。あ、はい、そういうものを使って、やっぱり体にいいんですね。でも無垢材っていうのを使ってるところっていうのは少ないんですか、うん、大手ハウスメーカーさんっていうのはやっぱりこういうものを使わないですね、はい、地場の工務店さんとか、まあ、そういうところは使いますけれども、はい、それなんでなんでしょう、うん、あ、それはですね、はい、やっぱり無垢の材料っていうのは、やっぱりそれなりのその素材の材料を使わなければやっぱり反ったりねじれたり曲がったりしちゃうわけですよ。ですから大手ハウスメーカーさんとしては、うん、クレームのやっぱり原因にそういうのってなるわけですね、うん、ですから確かな材料を使って確かな技術でやっぱりお家を作らないと、クレームがやっぱり増えるとそれだけやっぱりそのなんていうんですかね、会社に負担がかかるという。なるほどな、まあ、そうですか。現場監督から建築業の世界へと飛び込んだ大山、そのきっかけとはどのようなものだったのだろうか。
私があの30代前半の頃にですね、はい、ある地場のビルダーさんで現場監督をやっぱやってました。それでやっぱりその毎日ですね、朝から晩まで午前様になるぐらいまで働いてまして、で年間あの40棟以上のですね、注文住宅を着工して引き渡してたんですね。はい、40棟って言いますと、1週間に1回現場が始まって引き渡してる感じですよね。大体それは無理でしょうね。立てるっていう裏モデルじゃねえんだからね。そうですね。そうですよね。ですから、なんでもう自分はこんなことをやってるんだろうと、これ本当にあのお客様のために家づくりをしてるんだろうかっていうことをやっぱ疑問に思いまして、はい、それでやっぱりそれじゃいけないということで、やっぱり自分でこうやりだしたわけですね。そこから建築業、そういうことですね。はい、それで自分であの独立しまして、はい、建築業、要するに工務店ということですね。工務店をやりだしたということです。実際始めてみてどうでした？大変でした、やっぱり。はい、やっぱりあの独立した頃は大変でした。はい、でも徐々にあのやっぱり仕事が増えてきまして、それであの独立した頃はですね、やっぱりまあ応援してくれる方もやっぱ少なからずいらっしゃるわけですよ。ですからやっぱそういう方から仕事をもらいですね、だん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 やっぱりその仕事量は増えてきました。何かこうターニングポイントがあったとかありますか？やっぱりそのお客様とですね、やっぱり直接お話をして、直接こう打ち合わせをしながらお家を作っていかないと、やっぱ本当のお家っていうのはできないのかなってやっぱ感じたんですね。そこでやっぱりあのそこからやっぱり転換しまして、やっぱり直接お客様とお話をしながら家作りをしていくと、方向転換をしました。時間もかかる大変な作業じゃないですか？それそうですね、やっぱり大変でした。大変ですよね。はい、やっぱりお客様の反応は良かったですか？そうですね、やっぱりこういうあの無垢の素材を、やっぱり望んでる人ってやっぱり結構すごくいるんですね。ですからやっぱりそういうものを、こういうものをですね、いろいろ作っていって、やっぱり自分たちなりにはやっぱり良かったなという感じますね。お写真もいろいろお持ちいただきましたけど、はい、素敵な、はい、これあのうちの方で実際に建てたお客様の完成現場です。はい、素晴らしいよ。でそちらの模型もですね、はい、実際あの建てたお家の模型ですね。もう家に帰るのが楽しみになるしね。そうですね自分でこうやって持てたらね、はい、光の感じも優しく木だと、いい、ね、そうですね、優しい感じになりますね、やっぱりお家の中も、はいはい、それが癒しにもつながるような気がします。そうですね。長い付き合いで大山さんに対してはどんな印象だったり、私から見てて、チャレンジ精神まあ、もう旺盛かなっていう形、あの見受けられます。で私自身はそういうチャレンジってまあしようかなと思っても、なかなかこうやっぱリスクっていうあるんで、なかなかそういう形でできないんですけど、見てて素晴らしいなっていう形はつくづく思います。まあ少しでも社長のね、その私にねできることあればいいかと思ってるんですけど、うん、いかがですか？あ、私ですか？はい、この3M で、まあ、一番私が一番年下で、まあ、いろいろ、やってるんですけれど、まあまあ、私から見て大山社長はですね、やっぱり有言実行タイプなのではないかなっていうところは感じますね。あ、はい、まあまあそうですね、いろんなことをチャレンジ、先ほども松田の方から言いましたけど、チャレンジとかね、いろいろやっていく、まあ、会社を方向性をどういうふうにしたらいいかとか、まあ、そういう感じをやっぱ方向づけるのはまあ大山社長ですし、まあやっぱ体も疲れてるせいか、まあ大体車の隣とかに乗ってる時は考え事してるのかなと思いつつもよく寝てますね。いや、考え事してるんですよね。寝ながらですよね。あのご苦労はあるところなんで。ご苦労がね。はい。現在顧客一人一人と向き合った家づくりをモットーとする大山だが、現場監督時代に手掛けたお客様からのある一言が今でも忘れられないという。私の現場ではないんですけど、お客様にですね、建物を引き渡す時に、はい、そこに入った大工さんがですね、実は初めて雇用した大工さんだったんですよ。あ、まあ、結局あの現場がいっぱいありまして、大工さんが足んない時期があったんですね、はい、でその大工さんがトントントンとお家を作っていただきましてですね、で引き渡しの時にお客様に言われた言葉が、この家は、夏休みの子供の夏休みの工作なのって言われたんですよ。あら、
まあ、それほどひどかったってことですよね。でそれをまあ私は聞いて、まあ、非常に残念で、まあ、やっぱり寂しい気持ちになりましたよね。それはだって一生の、ね、1回の買い物として考えたときに、ちょっとねやるせない気持ちになりますよ ね、購入者の方もね、はい、そういう過去のビルダー時代の経験があったからこそ、そうですね、はい、まあ、ですからもうそういうことは二度とやってはいけないと、はい、もちろんそういう気持ちはありますし、やっぱ売上重視でやっていきますと結局はそうなってしまうということですね。増田さんと中村さんにもお話を伺いしたいんですけども、お客様からいただいたお声とかで、さっき嬉しかったことですとか何かありますか？自分がいつも現場やるときに、まあ、最後のこのありがとうっていう言葉、はい、そのありがとうを5文字でいいんです、うん、本当の心からもこう言ってくださるあの言葉が欲しくて、こう一生懸命こう現場やってるんですけど、日当たしのときに、まあ、お客様の方にアンケート用紙を書いていただいて、素材の良さとか、あの施工品質の良さということで、大変お客様から満足いただいております、うん、で今現在ですと、あのお客様満足度は、まあ、95% ですから、お、うん、そういう形になっております。中村さんはいかがですか？私ですか、まあ、現場、あの、まあ、家を作っていく途中、まあ、お客さんとかもそうですし、まあ、場の雰囲気をこう、なんすか、うまく作り上げていって、で、まあ、先ほど増田の方で言われたその引き渡しの時ですね、そこでまあちょっとお客さんと一緒にこう感動をうちの方も、ね、できるというところがやっぱり一番いいところであって、そうだよね、お客さんって頼まれたお客さんは途中で見に来たり、はい、もうしょっちゅうするもんですか？まあ、やっぱり忙しい方とかもいらっしゃるんで、はい、できればそういう場をこっちの方から作ったりとか、まあ、打ち合わせを兼ねてこちらの現場でどうですか、うん、というところで、いやー見たいよね、まあ、そうでやりながら、はい、姿ね、あの作っていくと、まあ、最後の引き渡しがこうより感動的にできるかなと。こちら今あのずっとこの私の視野に入ってるんですけども、ね、自転車はどういう関係があるんでしょうかね。結びつけようがないなと思って、はい、そうですね、はい、建築には結びつかないんです、ね、ですけど、あの実は私の趣味です。あ、趣味を、あ、はい、あ、そうですか、はい、私があのロードバイクで走ってまして、10年ほど前に、うん、腰痛がやっぱりちょっとひどくてですね、はいはい、その腰痛を治すために、うん、まあ、ちょっといいのかなという形でロードバイクを始めたんですよ。へえ、はい、普通逆に思うんだけども。そうなんです、で普通逆に思うじゃないですか。どれぐらい普段は走られるんですか？休みの日に、あの100キロ前後ぐらいですか？100キロ、はい、100キロ。社員の皆様は もちろんご存知でいらっしゃいましたね。はいはい、あ、ね、大変な方ですよね。お客様の求める理想を形にするため、一人一人に向き合ったプランで未来につながる住まいを作り続ける大山武人。そんな男が掲げる今後の展望とは？あの家作りってやっぱり楽しくなきゃいけないと思うんですよ。やっぱりお客様も楽しく、まあ、作る方のこちらも楽しく、その楽しさをやっぱり家作りに反映して、あのいい家を作っていかなきゃいけないと、はい、そう感じます。では最後になりますが、大山さんの格言をお願いします。はい、家作りというものは作る楽しさがなければいけないと思うんです。で住まいに、家族の笑顔を詰め込んだ作品でなければいけないと思ってます。家族の笑顔、はい、ほがらかな優しいかつこうなんていうのかな、明るい家がもう見えますよね、イメージ的にね、はい、もう素敵な話を今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。ここでナイズのヒット商品会議室からのお知らせです。来る8月21日日曜日、南砂町ショッピングセンタースナモにて午後1時から番組公開収録をすることが決定しました。はい、お近くの方はぜひご来場ください。待ってます。待ってます。
さあ続いてご紹介する企業様なんですが、お二人はお庭の手入れってしたことありますか？はい、草抜き、はい、小さい時によくやらされました、うん、私もやってました、ね、いろんな虫が出てきて、はい、それはそれで楽しみでしたね。あ、そうですね、あいのちゃんもあります、はい、実家のお庭に今帰省したりとかすると、うん、新しいお花とか植えて帰って、うん、次帰った時にあ、どうだったかなって見るのが楽しみだったりします。そんなに綺麗な話たまには綺麗なお話してくださいさっきいじってるとね、はい、こう心が穏やかになったりしますが、はい、さあ次にご紹介しますのが、うん、長野県でのこぎり一筋90年という匠の技を守り続けています、はい、こちらの企業様です。技術大国、ものづくり大国として世界から注目を集め続けてきた日本。それは90年代を揺るがしたバブル崩壊や2000年代を襲ったリーマンショックなど先行きの見えない不況が続く現在でも変わらず私たちを支え続けている。そんな我が国が誇る匠の技を、創業90年という歴史が培ったノコギリ作りの技術を通し、必要とするお客様すべての満足のため、伝統の継承だけでなく時代が求める変革を生み出し続ける男がここにいる。有限会社丸源ノコギリ工場代表取締役社長湯本浩司。ノコギリ一筋90年、その長い歴史とともに受け継がれてきた信頼と実績、そして時代の変化に合わせた商品開発にも力を注ぎ、ノコギリの特性に着目したコンビ目立てで特許を取得するなど、全国の果樹園を営む人々へ愛され続ける商品を提供している。今回は湯本浩司をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。これ全部それぞれ用途違うってことですよね？そうですね、使われる木の大きさだったりとか、使われる場所によって長いノコギリもあれば、短いノコギリもあるということなんですけども、はい、こういう長いのは何に使われますか？長野がそのリンゴ産地になっていくときに、長野、その、はい、でその時にリンゴの産地のところで試験場の先生がこう下から切りたいということで、先々代がそのこう製紙産業がこう衰退していく中で、こう桑畑をどんどんリンゴを植えていったんですね。その時にそのじゃあリンゴ産業を有利にしていこうじゃないかということで、県の試験場を町会議員の先々代が中心になって呼ぼうということで呼んだわけなんですね。で呼んだら、その試験場の先生が、院長さん、ノコギリだったら今こういう剪定用のノコギリのいいのがないから、うん、ぜひ作らないかっていうのが始まりだったんですね。はい、普通はノコギリっていうのはこうみんな 手元で弾くんですね。そういう、はいはいはい、みんな手元で弾いてますよね、はいはい、それが試験場の先生に与えられた課題っていうのが、最低でもこの、三尺90センチ、できれば、後ろにある1メートル80くらいのところに入れたいっていうことだったんですね。へえ、はい、なるほど。これだけ絵があって、そうです、先はこのぐらいですもんね、はいはい、でも一番苦労したのは私の父の先代なんですけど、ノコギリってみんな手元で引いてるわけなんで、ごく普通の作り方をしているとみんなノコギリ折れてしまったんですね。でその時に先々代が、昔は玉鋼でノコギリ作ったりとかっていうことを言われていて、秀吉の時代の蒙古襲来の時に日本刀が清流刀にみんな負けてしまったんですね、折れてしまったんですね。どうしたら切れるいい日本刀ができるんだっていうことを考えていった時に、ここが刃文って、ここでなんか違ってるなっていうふうに思うんですけども、はい、そうじゃなくて、ここのところ水色にここだけものすごく光ってるんですよ。日本刀三層構造にしてやって、はい、本当によく切れる硬い鋼をここに持ってきてやって、はい、それを応用していこうじゃないかということで、先代がこう考えたのが、この今の特製品のこう外側に硬くしてやって、中を柔らかい鋼にしてやれば、はい、折れにくいじゃないかっていうノコギリの鋼を作って、あと日本刀と同じように炭で一丁一丁焼き入れするっていうのにこだわったんですね。今剪定用のノコギリっていうのはこんな形になっているわけなんですね。昔のノコギリっていうのはみんなこういうふうに先が広かったんですよ。広かったですね、長いに入れた時にここにこう四角い剣刃っていうのがあるんですけど、これがこう枝に引っかかっちゃって
残りは動かないとかっていうんで、この鍵盤を取りなさいとかっていうのも全部長野県のお客様に教えていただいて、今こういう形の剪定のこぎりっていうのが出来上がったんですね。だから先が細くなっている、ここに鍵盤はない、だからこう引っかからなくこう擦れるという。今も包丁も高いの売れてるし、ハサミも高いのが売れてるんですけど、ノコギリはお客様がメンテナンスできないっていうことなんで、こう炭で一応一応焼き入れするような高いタイプのノコギリ作っていても、やっぱり時代にそこまなくなってしまったんですよね。それでじゃあ私どもも安いタイプのノコギリを作らなくちゃいけないって思った時に、じゃあなんとかごく普通に使っているノコギリに適した材料でノコギリを作ろうと思って作ったんですね。で先代に教えてもらった通りの目立てをしたんですけど、切れなかったんですよ。それはやっぱりこう先代が使っていたこの炭で一応一応焼き入れするような材料の違いっていうのが、そこでもうまざまざとこう感じたんですね。そして湯本が開発したコンビ目立て、試行錯誤の末にたどり着いたその3つの要素について聞いてみた。ノコギリの切れる要素っていうのはこの3つに尽きるんじゃないかと思ったんですよ、だから同じ板の厚さだったら刃が大きい方がザク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 切れるじゃないですか、で2個目の条件っていうのは刃の大きさが同じだったら板が薄ければ薄いほどブークはないじゃないですか、3番目の条件はノコギリを長くも使っていただくには硬くしてやればいいんですけど、でもパチッと折れちゃう。なるほど。でも、この条件を兼ね備えたものは何かって考えていくと、大工さんのみなんですよ、刃が一つ。だから それは無限大の力がいるから、こう頭をトントントンってはたいて中にこう切れて沈んでいくわけなんですね。ノコギリっていうのはこう板がそのまんまだとこう渋くなって切れなくなってしまうんで、貝のこうアサリが口を開いたみたいにこうパカッと広がってるんで、これ正面からノコギリ見たら、そうです、ね、こっちから断面からこっちから見たら、アサリがパカッと口を開いたみたいに、これアサリっていうものがあるんですけども、ノコギリだとするとこのアサリないノコギリの方がよく切れるんですけども、切っていった時に渋くなって動かなくなってしまうんですね、それでジレンマの繰り返しだったんで、じゃあこのノコギリのいいところとこのいいところのどれをしちゃえばいいじゃないかということで2つ組み合わせたわけですよ。で私ども剪定のノコギリということでこう特化していったわけなんで、リンゴを作ってらっしゃる方のところにはこう結構ノコギリが行ってたわけなんですけども、じゃあ全国のお客様に何とか使っていただこうじゃないかということで、全国のリンゴ大会とか、全国の梨大会とかっていうことがある、じゃあぜひそこで PR していこうということで PR をさせてもらったんですね、でも見た目には何も変哲もない普通のノコギリなんですね、じゃあどうしようということで実際にもう枝を持ってって切ってもらったんですよね、青森のお客様がいっぱい視察にお見えになってたんですね、お客様がその私どものノコギリを手に取った時に、こんな厚ぼったいノコギリ切れるかっていうことを津軽弁で言われたんですね、何を入れてるか分かんないけどとにかく切ってみてくださいっていうことで、こう切っていただいたんですね、そしたらお客さんびっくりされるわけですよ、でその方は青森県のリンゴ協会さんの理事さんでいらっしゃって、協会さんの職員さんから電話がかかってきて、なんか理事さん非常に面白いノコギリ見つけたんだけどどんなノコギリですかって言われて、じゃあ実際にお邪魔させていただきますということで、お邪魔をさせていただいたんですね、で実際にノコを切ってみてくださいということを言ったら、こう青森のリンゴ協会さんの周りこうリンゴのこうワイカンがずっとこう植栽してあるんですけども、そこで切ったらなかなかいいじゃないかということで、いや俺先ほど体験させてもらったんですよ、はい、枝切りを、しかも節があるところ、このではい、すごくスムーズに切れましたよ、ピューってなんていうのかオートマティックみたい、言ったらスーッと切れていっちゃう、実に軽やかに切れるもんですね、これがその今度は構成のハイブリッドなんですけど、さっきまでは2つの組み合わせだったんですけど、今度は3つの組み合わせで、アサリあるノコギリと板そのまんまのノコギリと、もっとよく切れる板薄いノコギリ、それを作ったのがこのコンビ目立て3ということでハイブリッドなんですね。じゃあそれがどういうふうな仕掛けになっているかっていうと、こちらでさっきのアサリあるノコギリとないノコギリの組み合わせに、もっと板の薄いノコギリでプラスのアサリがあればマイナスのアサリ、中にこう折り曲げてやればマイナスのアサリになるんじゃないかと、この中で、今までのノコギリっていうのはこう幅の広いスコップを直角に筒の中に入れてお客さんに力出して穴掘ってもらったんですね、でも今度はスコップを3つに分けてやって、
幅の狭いスコップを先に45度にスッと刺したらそんな力いられないですから、はい、で持ち上げてやって、うん、その次にもうちょっと幅の広いスコップがまた同じ場所を通っていきますから、うん、真ん中通ってない分だけまたスコップいっぱい進むことできるじゃないですか。で持ち上げてやって、なるほど、最後に一番幅の広いスコップがザーッと進んでいくっていう、アサリあるノコギリ、ライノベリ、打ち出されていくので3つのノコギリがこう組み合わさってるということなんですね、うん、すごい分からない、すごいことが行われてんだな。理論は分かりましたけど、でもそれを考えるのって本当にすごいなって思うんですけど、やっぱこう先代の方から引き継がれた時にこうある言葉があったと伺ったんですけども、はい、まずお客様本位、うん、自分が作った職人は自分が作ったものが一番だと思っちゃダメだって言うんです。だからミシェルさんがさっき木を切っていただいたと同じように、誰が使っても切れるようなノコギリを作っていくって、折れないで切れるノコギリを作るのが本当の職人だよ、お客様の使い方が悪いとかとは言っちゃいけないっていうのが本当のお客様本位ということで、それにまた先代が可変と不変ということで、そのやっぱり時代に合ったノコギリをこう作っていかなきゃダメだよと。でお客様の有利になるところはどんどん変えていきましょうと、でお客様不利になるところは変えないでいきましょうということで、可変と不変という言葉も残していってくれたんですね。今うちはその2つを大事にして今一生懸命やっておりますね。人々が求める形へと進化を続け、長く培った歴史と技術でノコギリ作りの伝統を守り続ける湯本浩司。そんな男が描く今後の展望とは。誰が切っても楽に切れるようにということで、ぜひ日本中のこう木を切られる、生えてる木を切られる方に使っていただきたいなと思ってます。そうすることによって、さっき話したみたいな楽に切れれば楽しい作業ができると思いますので、はい、一人でも多くの皆さんに木が切るにノコギリってこんなに切れるんだなということをぜひ分かっていただきたいなと思ってますし、もうさーってもう肌して引いてもスーッと切れていっちゃうからね。ほーとも、いやー素晴らしい言葉でしたけど、素晴らしいこの日本の技術と、なんか作るこう魂のような熱い思いを感じました。今日は本当にありがとうございました。こちらどうもありがとうございました。ここでナイツのヒット商品会議室からのお知らせです。来る8月21日日曜日、南砂町ショッピングセンタースナモニで午後1時から番組公開収録をすることが決定しました、はい、お近くの方はぜひご来場ください。待ってます、待ってます。ビジネスブックコレクション。私は6年間1日45分以下しか睡眠をとっていません。今となっては45分睡眠で活動することは空気を吸うように自然なこととなっており、もう元々の睡眠時間で生活したいとは思いません。きっと信じられないと思っている読者がほとんどでしょうが、本当のことです。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、できる人は超短眠。この本を書いたのは社団法人日本ショートスリーパー育成協会理事長の堀大輔さん。寝ないとむしろパフォーマンスもモチベーションもアップ、成功率 99% のショートスリーパーになる方法を教えてくれる一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。